ね、それと菊谷さんのお話の中でこうありましたね。お月参りの時にですね、仏法の話でもすればいいんですよっていう言葉がありました。でもですね、実際これやって僕失敗したことがあるんですよ。まず無理です、お月参りの時にあんまり。さあ、お参り終わりました、どうもどうもってですね、じゃあ今からですね、歎異抄のお話を始めましょうなんて言いましたらですね、もうお月参り来なくていいですって言われてしまうんですよ。お坊さんは法を解きたくてもですね、なかなかそのニーズがないっていうところもあるんですね。ですから年会法要の時なんかはですね、お経様をまず30分あげまして、そして御法は15分ぐらい必ずするようにしております。45分コースですよ。もうそれだけでもうんざりしておりましてね。ですからね、熱心なお坊さんは一生懸命説法して法を伝えようとするんです。ですからなかなかね、この御法話を聞いていただくというのも至難の業ではあるんです。ですからやっぱりお坊さん側もですね、工夫が必要だと私は思いましたね。いろんな工夫させていただいております。まず御法要が終わります、僕の場合ですけどね。そしたらまず質問コーナーにします。いつもお坊さんというのは勝手に喋りますから、聞きたい話もそうでない話もあるでしょう。で、今日は皆さんからリクエストをお伺いしますので何でも喋りますよって言いましたらね、子供さんが「はい」って手を挙げてですね、「お坊さんは幽霊を退治できますか？」とかって、「おいい子だね、なかなかに、そうか」って「はあ」ってやったらね、聞くかなとか言って話が盛り上がれたとかしましてね。中には、お坊さんって本当に丸儲けなんですか？いやー、これ実際やってみたら大してそんなことないです。もうそんな時代じゃないですよ。とかですね。結構盛り上がるんですよね。そして子供さんたちが多い場合はですね、必ずこの法話カバンの中にですね、絵本を2つ入れときまして、地獄の絵本と極楽の絵本を入れてやりましたね。今日どっちがいいの？みんな読み聞かせするよと言ってですね、リクエストに応じてその読み聞かせをしたりなんかしてます。子供さんの記憶ってすごいですからね。一度その極楽の絵本を読んだ時のあるその子供さんがですね、お月参りの時来ておりましてね、「お坊さん、仏様の首に三つのしわがあるんだよね」って言ってまして、よく覚えてくれたね、ありがとうって話をしたことでございましたですけどね。